こんにちは。今日は金曜日なのでコンビニの新商品を食べます。それではいただきます。まずはじめにローソン濃厚卵のカスタードエクレを食べます。袋から取り出すとこんな感じです。半分に切るとこんな感じです。見た目はね、至ってシンプルな美味しそうなエクレアです。ごめんなさい、一口かじりまして、なんともクリームがとろっと柔らかくうわーって出ちゃったので、もう一回最初からやり直し。なんでか知らないけど、生地のここからクリームが溢れ出すっていうイレギュラー。でも美味しい。まずね、生地は香ばしくてしっとり歯切れがいいですね。でね、コーティングのチョコはややビター感があって程よい甘さですね。そして中のカスタードクリーム、めっちゃトロッとしてる。名前通り卵の風味しっかり感じて滑らかです。エクレア生地、チョコレート、カスタード、シンプルだからこそいいね。美味しい。次はお抹茶エクレアを食べます。袋から取り出すとこんな感じです。半分に切るとこんな感じです。さっきのノーマルエクレアよりもね、厚みがあって抹茶ソースがもうとろっとしてます。美味しい。まずね、生地は香ばしくてふかっとしつつもしっとりしてます。ややさっくりな感じもあるかな。でね、抹茶コーティングが甘さの中にしっかり苦味を感じて抹茶感が強くていいですね。でもね、このコーティング少し剥がれやすいので注意です。でね、抹茶クリームはふわっと柔らかく、抹茶の風味かつミルキーな味を楽しめます。口当たり、口どけもいいね。でね、真ん中に抹茶ソースがあるんだけど、緩めでとろっとしていてほろ苦く濃厚です。なんか私エクレアであんまないんだけど、ここから出ちゃうパターンもあるんだね。この抹茶感といい広がる苦味、抹茶好きにはたまらないと思う。次はバニラ香るもっちりプリンを食べます。袋から取り出すとこんな感じです。これね、透明の容器の中でコロンコロン転がるから持ち運び注意です。あ、このもっちり感久しぶり。うわ、美味しい。まずね、カラメルはやや緩くゼリー状で、カラメルの風味かつコーヒーの苦味がほんのり。でね、プリンはしっかりバニラの風味と優しい卵の風味を感じ、まろやかですね。で、この食感ね。むっちりもっちりもしてるんだけど、とっても滑らかに溶けていくの。やわ滑らかなんだけど、もっちりというか。でね、バニラとコーヒーの相性がいいね。次はファミリーマートとろけるティラミスを食べます。上から見るとこんな感じで、横から見るとこんな感じです。上のココアの量も申し分ないし、ポテト乗ってるホイップクリームがまたいいね。すっごい柔らかいぞ。うわー、
ティラミスって飲み物だったんだ。まずね、ココアパウダーはほろ苦く、ホイップクリームはミルキーで甘さ控えめ。ふわっと口どけ滑らかです。でね、カスタードムースがすっごい滑らかなの。まさにとろける口当たり。ほんのりチーズの風味がして、カスタードっぽく濃厚ですね。そしてね、一番下のスポンジが、もうね、じゅわじゅわ系で、スポンジにね、シロップがたっぷり染み込んでます。甘さ控えめで、ほろ苦い感じ。このとろける口当たりと、じゅわじゅわのスポンジのほろ苦さ。濃厚な味わいなのに、この食感でしょ、ペロッと食べれちゃう。次はパキッと食感、チョコミントサンドを食べます。袋から取り出すとこんな感じです。開封と同時にミントのいい香りが広がります。今回はこういうタイプか。うん、ありだね、美味しい。ファミマのね、パキッと食感なんちゃらサンドは結構この生地にね、個体差があって何とも言えないんだけど、今私が食べてるタイプの生地はさっくり感はあるけど結構しっとりしてるかな。あとホロ感もある。で、ココアの風味がします。でね、厚めのチョコミントはこのね、温かさなのでパキッと食感はなかった。お店で買ってすぐ食べたらパキッとはしてるのかな。味はしっかり甘めで、ミントの爽やかさを感じつつミルキーさもあるね。でね、ミントクリームなんだけど、まあやや油脂感があって固めだけどね、口どけはスッと溶けます。ミントのね、この清涼感は控えめで、ほんのりね、ミントの風味香りとミルキーさがありますね。しっかりね、甘さもあるし、まあ、食べてる途中、特に食べ終わった後のね、スカッとしたミントの爽やかさは残るんだけど、まあ、チョコミント好きからしたら、ややマイルドというか食べやすい感じかな。あ、で、ファミリーマートね、チョコミントフェアやってて、私はね、これしか今回選んでないんだけど、もういろんな種類が置いてあるので、気になる方はチェックしてみてください。最後、ルマンドバニラフラペを飲みます。蓋を開けるとこんな感じです。これが私の中で大注目商品。まずね、お家で作るときはよく揉みます。よく揉んだら牛乳 70cc を加えます。でね、専用のストローで混ぜるって書いてあるんだけど、こうぐさぐさやってるうちにね、どんどん上がってきちゃうから、お家でやるときはね、スプーンでガーって混ぜちゃった方が早いです。ああ、忘れた。牛乳混ぜる前にさ、このクレープ生地フィアンティーヌだけ食べてみようと思ったのに、うっかり忘れちゃったよ。はい、いい感じにね、混ざったので飲みたいと思います。でもこれまたね、ストローよりスプーンで食べちゃった方がいっぱい食べられるから、スプーンで失礼します。おー、美味しい。あ、確かに味はルマンドっぽいかな。わかった。ミルク感全開にしたルマンドの味って感じ。でね、フィアンティーヌなんだけど、もしかしたら個体差があるから何とも言えないんだけど、今ね、私が食べてるのはサクサク感はまるでないかな。すごいしっとりしてる。うわ、でも味美味しい。
あ、ところどころサクッとしてるような、してないような。だからね、このルマンドのあのサクサク感を期待して食べたら、え？ってなっちゃうかもしれない。そしてね、小さめのチョコチップも入ってて、食感もいいし甘さもプラスされてるね。でもこれ目つぶってというか、ルマンドって隠されてね、食べたらミルキーなココアみたいな感じかな。でもそもそもルマンドの味ってココアとミルクが入ってるんだよね。サクサク感はないけど、氷のシャリシャリ感があるから、まあいいのかな。でもまあいいのかなって終わらせたくないじゃん。買ってある。じゃーん。こんな時のためにね、一緒にね、ファミリーマートで買っといたの。ではね、これをやりたかったのよ。完璧だ。私はね、ダイレクトアタックしちゃってるけど、砕いて入れてもいいと思う。これはね、オイルマンドした方が絶対美味しいです。ごちそうさまでした。個人的にローソンの抹茶のエクレアが一番だったけど、今週も全部外れなかったかな。皆様もぜひ気になる商品からお試しください。今日も最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ高評価、チャンネル登録、コメント、ぜひよろしくお願いします。ずっとね、気温の変化が激しくて体調崩しやすいと思うんですけど、どうか気をつけて週末楽しんでください。皆様一週間お疲れ様でした。さよなら。今日はメガミうどん、牛だしチーズカレー味を食べます。メガミでうどんだと？うん、美味しい。でもね、このチーズカレー味だし、もっとね、ドロッドロの濃い感じかと思ったんだけど、割とね、スープはサラッとタイプ。でね、カレーの味自体もキリッとすっきりというか、だけどね、チーズのコクだったりとか、お子様にはきついぐらいのスパイス感はあるよ。うん、程よくピリって感じ。でもそれより何よりね、牛だしもそうなんだけど、あ、うん、カツオの風味も目立つかな。私はこういう感じ好き。でね、麺はね、うどんだから平たく幅広の縮れた麺って感じ。しっかりとしたコシがあるね。でもなんだろう、歯切れの良さもあるよね。なんかもっとね、尖った感じかと思ったら、バーニングするような、そんな感じの味わい。